続いてはイベントリポートです。11月1日日曜日、ララガーデンつくばで行われたアニマルイベントワンバ、 ACCS 田谷律子アナウンサーのリポートでお届けします。つくばで初めてのアニマルイベントワンバが開催されるということで、会場のララガーデンつくばにやってきました。私も犬が大好きなので、どんなイベントかすごく気になります。早速会場に行ってきます。会場には大勢の来場者と可愛いワンちゃんたちが大集合。まずは主催者の戸田さつきさんにインタビュー。犬好きな人、そうでもない人も楽しんでいただける内容です。犬好きでない人にも楽しんでいただけるように、美味しいものをたくさん揃えたこと、あと犬好きな人はとことん楽しんでいただけるようにハンドメイドの出展作家さんにもこだわりました。犬猫は、ペットショップだけではなくていろんなところからの出会いがあります。どこから迎えても、何歳から迎えても、犬との暮らしはとても楽しいものです。すでに飼っている人はもちろんのこと、これから飼う人もいろんな楽しみ方を見つけていただけたらと思います。私も気になるお店をチェック。こちらは本部ブース。何やら人だかりができています。チャリティー育児のコーナーがありますね。どういう仕組みなんですか？こちらはですね、100円以上、500円以上という形の2種類がございまして、こちらで無事を引いていただいてから景品が当たったのをもらえる形です。でこちらチャリティーの一度は上等の支援の方で月10時に半分で、上等の犬猫支援の方で半分続いて楽しい体験ができるブースへ。こちらはどんなお店なんですか？こちらはバスボムを作っておりますが、ワンちゃんと人が一緒に入れるバスボムになっております。完成しました。こちらはネイルとボディジュエリーのお店、クラウンアムネイルカレッジつくば校。アロマ入り蜜蝋クリームで爪のお手入れをしていただきました。その他にも様々なブースが出展していて、来場者は思い思いにワンバを満喫していました。ステージショーもとっても盛り上がっていました。第1回ワンバ、人も犬もどちらも楽しめるとっても素敵なイベントだなと感じました。次回の開催はまだ決まっていないということですが、2回目もぜひお邪魔したいと思います。